カラフトイバラは、バラかバラ族の落葉低木。こんもりとした茂みを作り、夏に方向を持つ淡い香ー色の花を1から5ほど集まって咲かせる。ハマナスに比べ果実はほぼ休憩でか肉が薄い。北海道、群馬県、長野県の都道府県絶滅危惧種のリストに掲載される。別名山マ,マナス、カラフトバラ、ミヤマバラ、コバノミヤマバラと呼ばれる。 さらに別称として、高根原と混同されて本種が流通している。高根原は北海道には分布しておらず、生育条件からも区別できる。カラフトの名が示すように、北海道以北のカラフト島を含む極東ロシアやアジア北部に分布がある。別名にヤマハマナス、ミヤマバラとあるが、鉱山帯に分布するというわけではない。学名にも異名が多く、 ローザ・アンビリーティス・ CMA の他に、ローザ・ルーブラス・ティーパー・ラータ・ナカイ、ローザ・マルティ・ HLAV、ローザ・ディビュリカ・オークト・ノンポール、ローザ・ディビュリカ・ポール・バリエーション、アルピストリス・キタグが知られる。高さ1.5から2メートルの落葉低木。枝は無毛で、細い刺しが、徒長枝につくが後に脱落、即死には少ない。洋平規部の枝に1体の刺しが明瞭につく。 白葉は上部まで添いきし、先は尖らず耳状に広くなる。周3カ所で1から5もしくは3から7つの房咲きになる。小花柄には目立つ,つとがあり、蕾を包むように幅が広く非神経。花弁は平開けし花びらの基部があまり重ならず、基部の縁がわずかに白く縁取られるため、星型模様に見える。果実は休憩で秋に赤熟する。 川、奇数羽上複用で、小川5から9個で平たく浜なすや、大高根原よりも細身で、長さ3から4センチメートルの長大円形、または、東南長大円形で A 頭、または円筒。国内では明るい草地に自生し、北海道東部に分布し平野部の道路沿いに多く、見られるほか、群馬県と長野県の高原にも少数が、隔離的に自生する。 かつて小葉の株に先天のあるものをヤマハマナスとして区別していた。ハマナスと同様に園芸薔薇としても利用されており、わずかではあるが、北海道立林業主権上の作出した一家の品種が知られる。ブルーム、ハンス・ヘンリク、ローザ・ルゴサンブ、エクス・マレー、ジャーナル・オブ・エコロジー93、441から470、ドイ、10.1111、 J1365 から 2745.2005-01002-XRL-RDB 環境省 IKILOG.BIODIC.GO.JP2021 年5月5日閲覧 AB イリスト植物和名学名インデックス簡易検索結果イリストインフォ2021年5月5日閲覧 AB 野原ハンドブック分一総合出版2019年日本のバラ単行者2012年30ページ五十嵐博ひバラかバラ族の北海道分布北方山荘3225から26原色日本樹木図鑑保育者1959年第1話はまなす同僧券 www.hro.or.jp 2021年5月5日閲覧、ありがとうございます。